そう、シークエンスハヤトもね、芸人のね、その、うん、霊感芸人の霊視ライブがあってね、霊視ライブがあって、坂井人さん、縁日さん、マジカルラブリーさんかの6人のこの6人を俺たちが MC やって、うん、でシークエンスハヤトもにこう1組ずつ霊視してもらうと。で、望月さん、ここ2年前ぐらいにで、まあいろいろ家庭内でごたごたがあって、結婚されたけどすぐ離婚されたとか、いろいろあって、で、たまたま渋谷のライブが一緒で、で、同じ電車に乗って、その大宮のライブに向かってたの、シークエンスハヤトも。で、その時にね、俺とタクと望月さん3人で行ってて、ほんとひょんなことからね、前の奥さんと連絡取ってるんですかとか。取ってない、一回も取ってないと別れてから。あ、そうなんですかみたいな。寂しくないですか、いや、寂しい、当たり前だろって言って。昔の写真見てみろよって言って、望月さんが、俺じゃ何も言ってんのよ。携帯パッと出して、結婚式の時の写真をね、俺たちにこうやって見せてきた。見せてきた。俺、離婚が決まってから、人が変わったんだよって言って。昔は、飲み行ったりとかみんなでワイワイするのが嫌いだった。早く家に帰って、家で自分の時間が欲しかった。で、そこに奥さんがいれば直すよしだったっていう話をしてて。でも今は誰とかも常に誰かといたいと、人が変わったんだっつって言ってて、あ、そうなんですね、やっぱりまあ寂しさをこうなんかどうにかして埋めたいんですかねみたいなこう話してた。そしたらシークエンスハヤトモのライブで、じゃあ次も1時間練習しますよって言った時に、シークエンスハヤトモがうんって言って、そのついてるとかじゃないんですよ、あの望月さんが半分いっちゃってるんですって言い始めて、半分いないんだって、望月さんが半分空っぽですと。いや、もうそんな前の奥さんしかないやんって。もう今日このライブの前にその話して、話してて、写真まで見せて、写真見せてきて、人が変わったみたいなこと言ってて、でシークエンスハヤトも、いや本当に一個どっかポンって抜けてるから、多分今までの自分自身じゃないはずですよ、ここ2年ぐらい1年ぐらいって言ってて、で前の奥さんと連絡取り合った方がいいかもしれませんねっていう話になったので、最後エンディングで望月さん結構落ち込んでってて、いや、ここ2年ぐらいの自分の行動と、もうぴったり半分なくなってるっていうのが、そうそう、合ってるから、わーって落ち込んでて。で、最後エンディングで、必ずシーケンス入ったものを、そういうライブやるときって、お父さんとお母さん来るのよ。うん、で、お父さんがシーケンス入ったものをもう何倍もすごいぐらい、こう、霊能力を持ってる方で、聞いたの。一番、この危ないというか、気をつけた方がいい人は誰ですかって言ったら、やっぱり、まあそうだね、望月くんだねって言ったの。でね、って言ったら、望月くんね、つって。もし離婚とかいろいろこうね、苦しいことがあって悩んでても、そんな考えすぎないねみたいな、もっとストレス発散してさみたいな、でも本当にこれでも、ああもうダメだきついって思ったら、抗うつ剤飲んでくださいって言ってそんなことある、霊視で霊視してたら最後さ、抗うつ剤飲んでくださいって、マジおもろかったもん、マジおもろかった、まさかの言葉だったから、抗うつ剤飲んでくれって。